昨日、旭川市内で道路上にマガモ3羽が死んでいるのが見つかりました。このうち検査が可能だった1羽から、鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出ました。マガモは強い毒性を持つ高病原性かどうか、北海道大学で遺伝子検査が行われ、1週間後に結果が判明します。半径3キロ圏内に養鶏場などの施設はないということです。